ヘッセン州立劇場上空からのヘッセン州立劇場ビースバーデン5月音楽祭はドイツのビースバーデンのヘッセン州立劇場で毎年5月に開催される音楽祭。オペラ、バレエ、演劇、ミュージカルが中心。ドイツ帝国の皇帝は5月にビースバーデンに滞在するのが習わしであったが、その期間にバイロイト音楽祭をモデルする皇帝音楽祭が構想され、 1896年に皇帝ウィルヘルム二世列席の下、第1回の音楽祭が開催された。当初はリハルト・アーグナーの作品が中心であったが、1900年にカール・マリア・フォン・ウェーバーのオペロンが上演されたように他の作曲家の作品が上演されることもあった。しかし第1次世界大戦で中断を余儀なくされ、1929年に なって、パウル・ベッカーを芸術監督に5月音楽週間、として再開され、リヒャルト・シトラウスのエジプトのヘデナが上演された。ナチス政権の下では大韓区文化週間として1939年まで開催された。1950年に第二次世界大戦後初めて開催された。その際に現在の名前に改められ、以後は毎年開催されるようになった。 1962年にポーランド国立歌劇場を招いたのを皮切りに積極的に東側の歌劇団を招くようになった。ドイツ統一前の1989年には西ベルリンのベルリンドイツオペラ、東ベルリンのベルリンコーミッシェオーパーの双方を招いた。その後も東欧のみならず北欧、スペイン、イタリア、北米の歌劇団が出演した。一方、 バレエでは、台湾の雲門舞襲、ピナバウシュ率いる、ブッパタールブ踊団、オランダのネザーランドダンスシアター、アメリカ合衆国のマースカニンガム舞踏団などが出演した。ありがとうございます。